暴力策守れるんじゃないか。で現存している、静岡県では水頭も水芭蕉も今のところないと言われています。我々人間が思うよりも大きな変化があるかもしれません。静岡県立農林環境専門職大学、それとですね、南アルプス高山植物保護ボランティアネットワークの事務局をしております宇賀井和弘と申します。よろしくお願いいたします。私の方からは南アルプスの植生回復それから復元をテーマに皆さんにお話ししていきたいと思います。今回はですね、3つ用意させていただいております。1つ目、高山植物の保護、それから植生回復復元の目的意義、2つ目として暴力策による植生回復、3つ目、植生マットによる植生復元、この3つのテーマについてお話しさせていただきます。では最初に高山植物の保護、植生回復復元の目的意義についてです。高山植物やライチョウは南アルプスにかつて氷河があった証人です。日本の植生に占める高山の割合は 0.3% と、この貴重な自然を次の世代に残していきたいというふうに考えます。高山植物群落はライチョウや昆虫等野生生物の生活の場であります。ですのでこの高山植物群落が減少してしまうことはライチョウや昆虫等こういった生物の減少につながる可能性があります。また高山帯にとっての生態系ですけども、まだまだ未解明な部分が多い。将来人間にとって有益なデータがここから得られるかもしれません。そして登山者にとって非常に安らぎ癒しとなる景観を形成してくれています。こちらですね、氷河地形、増田先生のお話でもあったように荒川岳のカールです。それからこちら、ライチョウのヒナです。そして、こちらはですね、加藤先生のお話にもありましたけども荒川のお花畑といったこういった貴重な自然を守っていく、それの一つの代表が高山植物それから高山帯の植生ということになります。では高山帯の高山植物のですね、保護それから植生回復復元の実施箇所、これがねどこにあるかということを示した図になります。最初に暴力柵の設置箇所です。静岡県の一番北藍野岳をてっぺんに下の手刈り岳、ここまでの間に ほとんど全域にわたって何かしらの対策が施されています。まず暴力柵にしては熊野平、三福峠、荒川の中岳、荒川のお花畑、千枚小屋周辺、聖平、茶臼小屋と非常に何十キロにわたる間にこれだけの数を設置してあります。また植生マットの施設箇所としましては潮見岳、三福峠、聖平とこの3箇所に植生マットが施設されています。それから植生保護ロープ柵ということで、主にですね、これは登山者が踏み荒らしをしないようにということで百軒平、奥聖、それから聖、あざみ畑、これらの場所に植生ロープが設置されています。ところで守るべき高山帯、亜高山帯の植生は氷河期と変わらなかったのか、いや大きく変わってきたのか、もし変わらないとすれば確かにこれは我々が守って次の世代に引き継ぐ必要があるでしょう。ではどのような形でこれを調べることができるのか、いや調べられたのかといったところなんですが、まず一つ、ここ数十年の変化をまずちょっと見てみたいと思います。これは現存する写真から分析をしてみます。それから場合によってはですね、過去の植生を明らかにできないだろうかといった時には花粉分析という手法が使われます。でまず写真分析から見ていきます。この写真分析ですけども、こちらは聖平と呼ばれる場所の写真になります。昭和20年代の写真、それから昭和51年の写真、平成15年の写真、紫のところが、森林、亜高山帯の針葉樹林で覆われているところ、黄色のところが草原、薄い青色のところが裸地となっています。で昭和20年代一般的に聖平の日光キスゲは昭和34年の伊勢湾台風が来て森林帯がなぎ倒されたことによって成立したと言われておりますので、その前がどうだったかというために昭和20年の写真、それから伊勢湾台風後多くの登山者がこの日光キスゲ群落がすごかったよねと言われている昭和50年代の写真、それから現在に近いんですけども、日本鹿の食圧を受けてですね、日光キスゲが衰退し、ほとんどこの時期一株も見られなかったと言われる平成15年の写真を比べてみたいと思います。昭和20年代、ここの赤い斜線部分のところが
私たちが日光キスゲ群落が成立したであろうと過去の写真を見てですね、このように推測しているところです。そうして見たところ、この赤いところを見ますと、昭和20年代で 65% がこの紫色、草原真ん中部分に 29%、 ラチ少しここら辺にかぶっているところが 6%、 それに対し昭和50年代日光キスゲ群落が最もこう成立していたと思われるときは、森林が 21%、 草原が 68%、 ラチが 11% で、日本ジカに食べられてあまり見られなくなったときの平成15年が 52% が森林、草原が 40%、 ラチが 8% となっており、聖平だけを見たとしても非常に森林草原ラチの割合が変わっています。ただ聖平に関しましては風が強いところであり、伊勢湾台風で森林がなぎ倒されたということもあって、ここではこういった特別な割合変化があったかもしれません。ですが、南アルプスの他の地域でそこまでまだ調べたところがありませんけれども、もしかすると他のところも数十年間の間に実は我々人間が思うよりも大きな変化があるかもしれません。では次に花粉分析というものをやってみますが、花粉というのは簡単に壊れませんので、かなり長い年月土の中に眠っています。でそれらをですね、土から花粉を分離して、花粉を顕微鏡で見ることでですね、どんな種類の植物がの花粉かっていうのが分かります。その時にですね、こちら今ここが聖平小屋というところで、ここら辺が日光キスゲが多かったと思われるところですね。そこの地点 1,2,3 点、それから今あまり日光キスゲが見られないところで 1,2,3,4,5,6 点と取ってみました。でその時のですね、一つある断面をこういった土壌断面という形で、およそ80センチぐらい掘ってですね、土を固める、法の薬があるんですが、それでもってこういった、土の断面を作って、どの断面にどんなものがあったかというのを見てみます。掘った時のはこれですね。そうしたところ、実は非常に、不思議な花粉が出てきております。一つはミツガシワ属イワイチョウ属、現在でいうミツガシワはこのような可憐な小さな白い花です。それから、皆さんも尾瀬の歌で知ってると思いますけど、水場所、この2つどちらもかなり湿性の場所で生える場所の植物です。で現存している、静岡県ではミツガシワも水場所も今のところないと言われております。それがこの地で花粉として出てきたと。でこれらの花粉というのは風でかなり遠くに飛ばされないと思われますので、この地域にこういった湿性植物が何年前か分かりませんがあったと思われるといったところです。ですのでここ昭和20年代からですね、大きく変わっていないかもしれません。森林の動態が増えたり減ったりはしているかもしれませんが、それよりもっと昔聖平はこういった湿性植物があったとすれば、今とはかなり違った植生だったのではないかというふうに思われます。では、本論の方ですね、防禄作における植生回復についてお話をしていきたいと思います。まず、防禄作と言いますが、鹿から守る作、これはですね、鹿を敵対視したような言葉になっていますので、別名ですね、植生保護作、鹿は悪いわけじゃない、ただ植生を守りたいという場合はこちらを使います。で今回はこの2つを併記して書かせていただくことにします。こちらの設置目的ですが、貴重な高山植物または群落を日本ジカの採食圧から保護する、または回復するということで、保護するというのは未だまだですね、日本ジカに食べられていない、もしくは食べられたとしてもそれほど影響を受けていないものを、今であれば柵で囲うことによって鹿の影響を皆無にし、守れるのではないかということ。それから回復の方はもうこのように鹿が群れでやってきてほぼほぼ食べ尽くされてしまったような場所において、それでもですね、食べられる前の種は根であったりとか地上に少し小さく残っていたりしますので、それを柵で囲むことによって回復が可能ではないかといった意味合いから防禄柵というものを設置していきます。では先ほど見ていただきましたけども、防禄柵の位置ですね、熊野平、三福峠、荒川周辺、聖平茶臼小屋、こちらがですね、それらを表にまとめたところになります。場所として熊野平、三福峠、それから茶臼小屋まで、で柵を設置する時の鹿の影響です。強いところは熊野平、三福峠、聖平といったところが非常に強く、ほとんど食べ尽くされたような状態から柵を設置しております。で非常に弱い、もしくは少し食べられているかなといったところが中岳とか荒川のお花畑です。それから中程度、
ある程度食べられてはいるけども、熊野平や三福峠や聖平のようにゴルフ場のグリーンほどまで食べられていないといったところが、茶臼小屋であったり千枚小屋と。で、これらの場所のですね、どんなような群落を保護したい、もしくは回復したいのかといったところがこちらに書いてあります。熊野平、それから三福峠、それから千枚小屋、それからあざみ畑、茶臼小屋、こちらが後継草本群落と呼ばれる約1メートルの高さの植物の集まりを守りたいといったところで、特殊なところでは中岳山頂の湿生植物群落であったりとか、千枚小屋周辺の静岡県にはここにしかないと言われている大桜草群落、聖平の日光キスゲ群落といったところが、特徴ある群落を守りたいといったことになります。そして荒川のお花畑に関しては静岡県側の最大級のお花畑であるといったところから、こちらも守りたいということになります。そして次に防禄柵の種類としましては、この後詳しく説明をしていきますが、ネット柵とか金網というものがあります。それから設置時期というものは1年中常設しているものもあれば7月から9月の夏の間だけといったこともあります。でそれぞれ場所によって、設置者管理者が違っています。静岡市、静岡県、環境省、民間の2団体であるボランティアネットワーク、それぞれ役割分担をして南アルプスの高山植物を守っているということになります。では、柵の種類や区分を少し整理してみましょう。まず支柱の材質としては金属の支柱、もしくは、繊維強化プラスチックといいまして FRP、 こちらを支柱に使っているものか、網の材質としては金網、ナイロンネット、このナイロンネットが鹿とか、ウサギとかね、いろんな野生生物にかじられても穴が開かないようにということで、ナイロンネットの中にステンレスを入れたナイロンネットというものがあります。それから柵の高さ、こちらの金属の柵、それやこちらのネット柵に関してはおよそ 1.8 から2メートル、それからこういった小型の防禄柵と呼ばれるものに関しては高さが約50センチといったものになります。また、柵で囲う広さですけども、保護したい群落、こういった荒川のお花畑のようなところはかなり広範囲にわたって囲みますが、こういった小さなところですね、もしくは大きな柵で囲いにくいようなところは5メートル ×5 メートル程度であったり、1メートル四方であったりといったような柵が設置されています。それから柵の設置期間としては、この金属の支柱で金網でやっているあるところは基本は撤去が難しいものですから1年中の常設タイプ、このネット柵に関しては夏季限定のものもあれば、もうそのまま常設しているタイプもあると。これらが対鹿に対して、それから対雪に対してといった、環境に対してどれが一番適切かっていうのを選んで、もしくはもうこれしかこの場所では使えないよねっていう中から選択していくことになります。では、事例をいくつか2つほどですね、説明をしていきたいと思います。1つ目はまず聖平と呼ばれるところです。こちらに標高約2300メートルの緩い斜面になってきます。聖平小屋がありまして、聖平小屋から静岡県と長野県の県境を歩く登山道までが木道、上の方に行くと標高約3000メートルの聖岳に向かう登山道、南の方に向かうと上高地岳の方に向かう登山道があって、この木道脇に1つ平成19年に設置した防禄柵、これは金網になります。それから登山道から少しちょっと中に入ったところに平成14年の防禄柵、それから、静岡県が設置はしておりますが長野県側に設置した平成25年の金網の防禄柵と、これらが大きくあります。その間にですね、こういった小さな小型の防禄柵、ネット柵が点在しているような状況になっています。この写真は平成3年7月に、ドローンでですね撮った写真になります。先ほど、こちらがですね、日光キスゲがおおよそここら辺にあったであろうという推測をしたといった場所がこの聖平になってきます。そして今ここに横たわっているのが伊勢湾台風で、倒れてしまった木ですね。これが未だにまだ、朽ち果てずに、まあ、朽ち果ててきてはいますけれども一部まだ残っているような状況です。では、これまでの、変遷を見てみたいと思います。まず、こちらの向かって左側上の写真ですね、昭和40年代以下の方から提供していただいた写真ですが、斜面、この写真を見る限りでは日光キスゲしかないような日光キスゲの準群落といったようなところで、こちら針葉樹林、亜高山帯針葉樹林がどうも倒れているように見えます。でこちらが、小屋ですね。今この地に立ったところで小屋が見えません。
この当時、だいぶ木が倒れたにもかかわらず、今すでに成長して小屋がここから見えないような状況になっています。昭和こちらが61年の写真になります。このところからですね、今これは東の方を撮っている写真ですが、これは南の方を向いた写真になります。南を向いた時に斜面全体がほとんど黄色で埋め尽くされて、日光キスゲの開花がこれほど多かったということの証明になっています。それが平成18年にはこのような状況です。平成元年頃からですね、鹿の再食圧が始まったのではないかというのが、現場の小屋の管理人さんたちからヒアリングをした結果、そのように聞いております。で、平成6年頃には日光キスゲの改革が全く見られなくなったと。で、それを受けてですね、平成14年かなり経ってからですけども、試験的に防鹿柵を設置するというふうな流れになりまして、平成18年以降ですね、それぞれ設置した防鹿柵の中で日光キスゲが少しずつ咲き始めて、今では一番咲いている柵の中ではこのような咲き方になっていると。この写真少し小さくて、分かりにくいかもしれませんが、この25年で囲った柵の中には黄色の点がポツポツポツとあるような状況で、かつ、こちらの黄緑と中の、緑色の濃さが大きく違っています。まあ、それだけですね、植生、葉っぱの密濃さが違うといったとおりになっています。ではこちら、いい写真ですね。植生保護柵、防鹿柵の柵の中を撮った写真になります。今年ですね、平成25年に設置した防鹿柵の中では、先ほど見た写真と同じぐらい、まだまだかもしれませんけど、それにかなり匹敵するぐらい日光キスゲが咲いています。こちらは平成14年に設置した柵です。中にここに黄色の集団が見えますが、こちらほど黄色が、日光キスゲが至るところで咲いている様子はありません。これを少しですね、拡大してみたところ、ここにはミヤマシシウドがあったり、戦場アザミがあったり、白いのがカラマツソウであったり、イブキトラノウであったりと、こちらはですね、日光キスゲのかなり準群落に近い状態なんですが、こちらは日光キスゲだけでなくて他の後継草本がかなりと一緒に入ってきてですね、お互いにこう競争しながら生えているような状況です。ではこちらの写真、柵外の日光キスゲ、地上から約3センチぐらいのところでこのように鹿に食べられているような状況です。で、これらをですね、最初の頃は見つけることができませんでしたが、あることをきっかけに見つけることができまして、これらのあるところを先ほど見ていただいた小型の防鹿柵であったり、こういった大型の防鹿柵で囲んで日光キスゲの回復に努めているといったところです。で、また加藤先生の方から植生調査の結果が前々回でしょうかね、示されたと思いますが、植物群落というのは本当に1週間、まあ1ヶ月もするとかなり別のものに変わってきています。この日光キスゲもここなんですけども、これが7月として9月に行くと、今度はこれらはもう結実して実をつけている中から、今度はミヤマアキノキリンソウにほとんど覆い尽くされて、また黄色のカーペットのような状態になると。咲いている状況からですね、まあ、どれぐらい回復状況があるのかといったのが、こちらのグラフになります。ヒジリダイラにおける防鹿柵内の家系数の経年変化といったものを、15年から少しデータが、取れてない年もありますが、おおよそのですね、傾向が見れるかと思います。まずこの青色、紫色ですかね、平成14年に設置した、大きさとすると 0.01 ヘクタールの柵内の状況、赤のマークが平成19年に設置した防鹿柵の中、こちらはこれの4倍ですね、 0.04 ヘクタール、それから黄緑が、平成25年に設置した平成14年の約7倍の 0.07 ヘクタール、ですから当然ながらですね、同じ面積あたりの家系数が、同じであれば、こちらに行くほど、増える。ただし設置したのがこれが一番古くて、これが新しいですから、これが一番、まあ、出てる可能性もあるんですけども、平成14年設置して初めて出たのが18です。そこからですね、本当に徐々に出てきて、ここ平成28年ぐらいから少しちょっと括弧上向きになってきて、今令和の元年の時ですと106家系数があった。それに対して平成19年、遅れること5年後ですね、ほとんど出てきません。でようやく、まあ、多少の前後があって37、それに対して平成25年は柵を設置してすぐ3年後ですね、もう出てきました。で今では602という形で、柵の設置年と面積とかとは変わらない。それによって出てくるのが比例ではないというのは、今回の調査で分かっています。ではこちら平成14年に設置したこちらですね、どうしてもう10年以上経っているにもかかわらず伸び悩んでいるのか、
もしくはいきなりこうどうして伸びてきたのかっていうのを少し考えてみたいと思います。こちらですね、タイムラプスといいまして、時間差でですね、シャッターを押すカメラになっております。6月頃ちょうど日光キスゲが 1,2,3 今ここ3箇所見れます。これが芽を出した時にこれからどんな成長していくのかというのを見てみたいと思います。まだですね、日光キスゲが先に伸びている状態ですが、下の方からカラマツソウであったりミヤマシシュウドウといったものが少しずつ出てきて今います。さあこの時点でもですね、まだ日光キスゲが確認はできますが、かなりもう地面の部分ですね、見えなくなってきていて、他の植物もほとんど芽を出して転用し始めている状況が見て取れます。さあここになってきますと、日光キスゲ手前のはどうも伸び悩んでいるとか成長が、後ろはまだまだ他の植物よりも上に出てますが、日光キスゲよりもだいぶ高い植物も出てきています。手前のミヤマシシュウド、これらはもうすでに日光キスゲと同じぐらい、しかも葉っぱがですね、真横に大きく広がるタイプですので、これらがあるとこいつを飛圧することになります。さあ手前の日光キスゲが隠れてしまいました。それに代わって葉っぱから分かるように千畳アザミ、ミヤマシシュウド、カラマツソウっていうのがかなり優勢になってきております。まあここまでいくとほとんど見えないものも出てきておりますけども、先ほどの手前にあった日光キスゲはこれらの植物が出てくるまでの間一生懸命ね、光合成ができて、その分栄養を貯めれて、ただしこれらに今度飛圧されるとそういったことができなくなるので、今年の栄養を貯めれるのはそこまで、来年ですね、そのエネルギーを使ってちょっとずつちょっとずつ大きくなっていくんだけども、これらの植物に負けないぐらいもうすでにエネルギーを貯めているのは、同じように上空を占有できるようになるといったところで、日光キスゲの準群落でないところはこういった他の植物との競争の中でなかなかですね、1年や2年ではこれらの植物と競争できるほどのどうもエネルギーを蓄えられてないんじゃないかというふうに思っております。ですのでこの平成14年に設置したところは日光キスゲ以外の、ね、植物も非常に多く生育してますので、日光キスゲは生えてはきてるんだけど、これらと競争するのに10年とかかなり長い年月どうもかかるんではないかなというふうに私は考えています。ではもう一つ、聖平のですね、小型の防六柵ですね。やはり防六柵ですから、この中は食べられないんですが、その周りは食べられている様子があります。そして約30基ですね、こちらの日光キスゲがこうあったと思われるところに約30基点在させております。これが平成14年の柵、19年の柵、25年の柵 と、上空から見ても分かりますけれども、いい位置に大型の防六柵はありますが、小型の防六柵というのは非常にですね、大型の防六柵をやっぱり設置しにくい場所に設置してあります。でこちらのネット柵から高さ50センチで、実際には日光キスゲっていうのは50センチより上で咲くのが多いです。ですが、ここから出てしまうと食べられてしまうので、その中で咲いて結実してったりっていうような、ね、ものがあったりします。ネットの内側で生育、ネットの外側に出た部分は馬鹿に食べられてしまっています。ネットの内側でこういった結実する個体も、大型の柵の設置が困難な場合や、単独でこの種っていうようなね、例えばここだと日光キスゲを保護したい場合には、こういった小型の防六柵というのも有効ではないかというふうに思います。